私はそのお知り合いとか友人とかが実は結構コーチだったりとか NLP トレーナーだったりしますので、他のコーチング会社がどんな雰囲気かとかっていうのは実は結構知っちゃったりします。そういった会社って個人のなんか性格分析とかなんかやるみたいですね。まああんまり私も意味ないんじゃないかと思います。っていうのは、仕事って確かに人生におけるそのウェイトって高いですよね。一日で食っちゃってる時間もすごい大きいですし、だからその仕事を選ぶにあたって、まあ、なんか今の仕事って合ってるのかとか、ちょっと考えちゃう気持ちはわかるんです。そういう時私がおすすめするのが、その今やってる仕事がオンというかどうかですね。そう、朝まず起きた時、月曜日の朝とかに俺仕事行きたくないとか、私布団から出たくないとかっていう場合は、その仕事は速攻見直した方がよろしいと思います。っていうのは、自分の したい仕事であれば自然と朝起きられますし、自分にとって居心地のいいもの、当たり前のものになってるはずなんです。朝なんか電車の通勤行くの嫌とか、車の運転めんどくさいとかってなってしまった時点で要注意です。それは多分あなたはその仕事はしたくありません。皆様、自分のそのやっぱりしたい仕事っていうのが何なのかっていう、その指針測る目安はあくまでその仕事がしたいかどうか、 want to でございます。